ご視聴ありがとうございます。今回は、家庭用ゲームで、数々の名作を生み出した、PC エンジンの誕生を、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。家庭用ゲーム市場の誕生。1983年に、任天堂からファミコンが、発売された頃、2年前の、1981年には、エポックの、カセットビジョンが、大ヒットし、1983年には、セガから、SG-1000 や、バンダイの、アルカディアなどがリリースされるなど、家庭用ゲーム機が次々と、登場した時代に。そんな、群雄割拠の市場の中で、家庭用ゲームのプラットフォームの、覇権を握ったのは、任天堂のファミコンだったんだ。この商品は、ライバルのゲーム機と比べても、優れた性能を持っており、特に、リコーと共同開発した、グラフィックチップは、アーケードゲームでも採用されていた、最新のスプライト技術を、搭載するなど、そのスムーズな描写性能は、ゲームメーカーを驚かせることになるんだ。そんな、ファミコンに目をつけたのが、当時、パソコンソフトを開発していた、ハドソンなんだ。このゲームメーカーは、1973年に、札幌で通信機器と、美術写真の販売から始まり、1978年には、日本で初めて、パソコン用のゲームソフトウェアを、発売し、これが大当たり。ここから、ハドソンのパソコン業界での、躍進が始まるんだ。1980年代初めには、その高い技術力が評価されるようになり、当時、パソコン大手だったシャープから、X1 の共同開発や、QBASIC と呼ばれる、ベーシックインタープリターの、OEM 供給。さらに、あの名機、X68000 の OS である、9068K や、そのグラフィカルのシェルである、ビジュアルシェルを開発するなど、ハドソンは、パソコン業界で、大きな存在を示していくことになるんだ。このソフトハウスは、パソコン向けゲームや、QBASIC 言語などの商品が、多くのユーザーに支持されて、大きく成長していった会社なんだね。そうだね。そんな、パソコン業界で一目置かれる存在になっていた、ハドソンに、大きな転機となる出来事が、訪れるんだ。大きな転機？そう、それは、1983年の、3月頃、パソコンの開発などでお世話になっていた、シャープから、ある依頼を受けることから始まるんだ。ある依頼？そう、それは、シャープと取引のあった、ある会社からの、ベーシックソフトの開発依頼だったんだ。ハドソンの、ベストセラー商品の、QBASIC は、シャープのパソコンに採用されるくらい、好評なソフトウェアだったものね。そう、その案件というのが、家庭用ゲームの周辺機器である、ベーシック言語で遊べる商品の、ソフトを開発してほしいのです。というものだったんだ。ということは、ベーシックソフトの開発で、定評のある、ハドソンに、シャープを通して、開発要請が舞い込んできたってことですね。そうだね。そして、この開発依頼先というのが、実は、任天堂だったんだ。おお、任天堂、ということは、もしかして、これは、ファミコンの周辺機器である、ファミリーベーシックの、開発依頼なのでは？そうなんだ。実はハドソンは、ファミコンが発売される以前から、任天堂の要望で、ファミコンのハードの開発に、携わることになるんだよ。これが、ハドソンにとって初めての、ファミコンとの出会いであり、この会社の方向性を、大きく変える出来事だったんだ。ファミリーベーシックの開発開始。こうして、ハドソンは、任天堂からの依頼により、ファミコンの周辺機器である、ファミリーベーシックの開発に、参加することになり。そして、このメーカーのスタッフたちは、発売前から任天堂の、ファミコンに触れることになり、その、今まで体験したことのない、このゲーム機の性能に、驚くことになるんだ。なぜ、ハドソンは、このファミコンの性能に驚いたの？それは、このゲーム機が、それまで発売されていた、家庭用ゲーム機とは、まるで別物の、高性能なマシンだったからなんだ。当時の、家庭用ゲームのハードでは、不可能だった、全方向に、スムースにスクロールできる機能や、多色のスプライト。そして、サウンドも、このマシン独特の、PSG 音源までも搭載されていて。さらに、値段も、1万円台という、お買い得価格。まさに、ゲームで遊ぶために必要な機能が、パーフェクトに備えている、夢のマシンだったからなんだ。特に驚いたのが、当時のハドソンが手掛けていた、国産パソコンでは搭載されていなかった、キャラクターをスムーズに動かせる、スプライトという技術が採用されていたことなんだ。当時の、国産パソコンでは、この技術は、まだ採用されていなかったの？そうなんだ。このスプライト技術は、主に、当時の最先端を走っていた、アーケードゲームで、利用され始めてはいたんだけど、一部のマシン以外は、国産パソコンや、家庭用ゲーム機では、まだ搭載されていなかったんだ。当時、スプライト技術が、実装されていたパソコンとしましては、海外の、アタリ400や、TI-99、ビッグ1001と、その後継機である、コモドール64など、日本では、非常にマイナーな機種ばかりでしたので、この頃のハドソンにとって、この最新の技術に触れたのは、ファミコンが初体験の出来事だったのです。そして、このメーカーは、
このファミコンの高性能な性能に、感動し。ファミコンが売れたな、ゲーム作るべー。という雰囲気になっていたんだ。一方で、このファミリーベーシックの開発を、通じて、この任天堂のハードに精通するようになると、この家庭用ゲーム機の、不満点にも気づき始めていたんだ。ファミコンで、ゲームを開発した時の、不満点？そう、それは、このマシンの、あまりにも少なすぎる、メモリの容量や、ゲームで使用できる色数が、25色しかなかったり、キャラクターを動かすための、スプライト数が、64個しか利用できないなど、8ビットの家庭用ゲームだけあって、ソフトを開発するには、制限がとても多かったんだよ。まあ、1980年代初めの、8ビットマシンだからね。そう、当時のハドソンは、パソコン向けのソフトを開発していたから、確かにグラフィックの描画能力は、ファミコンの方が優秀だったんだけど、特に、ファミリーベーシックの開発時には、ソフトウェア開発で重要な、メモリーの容量の少なさに、苦しむことになるんだ。それもそのはず、ハドソンが、メインに開発していた、シャープのパソコンである、X1 では、家庭用ゲームより大容量の、64KB もの、メモリが利用でき、一方の、家庭用ゲーム機である、ファミコンのメモリは、全部合わせても、16KB の、ROM 領域しか利用できないし、しかも、ワークラムが、2KB、それに VRAM が、2KB しかなかったことから、ハドソンの開発陣は、なんて、メモリの少ない、ハードなんだ。このマシンでゲームの開発を、するのは、相当苦労をしそうだな。と感じていたんだ。その後、ハドソンは、ファミコンのソフトを制作するようになると、その時もやっぱり、ゲーム開発の制限の多さに、現場のスタッフの中では、不満が出てくるようになり、この、ファミコンでの開発の苦労が、後の、PC エンジンの誕生に、繋がっていくことになるんだ。ちなみに、ハドソンが開発に協力した、ファミコンの周辺機器である、ファミリーベーシックは、1年後の1984年6月に、無事発売されました。ファミコン初の、サードパーティーの登場。そして、ファミコンに興味を持った、ハドソンは、この家庭用ゲームへの参入を、決意し、同年の、1983年12月に、任天堂とのライセンス契約を、結ぶことになり、そして、翌年の1984年7月に、ファミコン初のサードパーティーとして、ロードランナーと、ナッツ&ミルクを発売することになるんだ。特に、ロードランナーは、100万本を超えるミリオンセラーとなり、翌年の1985年には、ファミコンから、バンゲリングベイヤー、チャンピオンシップロードランナー、そして、シューティングゲームブームの火付け役となった、スターフォースを発売するなど、ハドソンは、会社の命運をかけて、参入した家庭用ゲーム市場で、急成長することになるんだ。この年には、連射ブームの、ムーブメントを巻き起こすことになる、第1回、ハドソンキャラバン大会も開催されているよ。自分たちが欲しい、ゲームチップを作ろう。ファミコンから発売されたゲームタイトルが、次々とベストセラーとなり、シューティングゲームブームまで、巻き起こしてしまうなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった、ハドソン。そして、この頃になると、開発スタッフたちの中で、ある思いが盛り上がってくることになるんだ。ある思い？そう、それは、1985年に、開かれた、ハドソン社内での会議のこと。ファミコンに参入して、1年が経過したが、我が社も随分変わったよな。そうですね、パソコンのゲームを発売していた頃は、大ヒットしたとしても、せいぜい、1万本くらいの出荷本数でしたが、家庭用ゲーム市場に参入してからは、ソフト1本で、50万本以上も売れていますからね。それに、ロードランナーは、100万本以上も発売されましたし、スターフォースも、キャラバン大会の勢いもあって、好調な売れ行きを示していますからね。うむ、会社の命運をかけて、ファミコンに参入したことは、大正解だったな。そうですね、ただ、ファミコンのゲーム開発では、やはり、制約が多すぎて、最近は、スタッフから不満が出てくるようになってきてますよ。何？不満？はい、メモリーの少なさや、ROM の容量も足りないですし、表現できる色の数も、25色しかないですからね。それに、キャラクターを動かすための、スプライトの数も、64個しかないですから、スターフォースの、ボスキャラを表現するのには、相当苦労しましたよ。まあ、大ブームになったとはいえ、8ビットの家庭用ゲーム機だからな。まあ、そうなんですけど、何本ものファミコンタイトルを、次々と制作している、開発スタッフから見ると、もう、ファミコンの性能には、限界が見えてきていますからね。そうなのか。はい、なんかこう、もっとゲーム開発しやすい、家庭用ゲーム機ってないんですかね。というと、例えば、VRAM が、64KB くらいあるとか、色数も500色以上描写できるとか、それに、もっと開発しやすい、ゲームツールも作ってみたいですね。なるほど、うん、そうなると、今のファミコンでは無理だな。そうなんですよ、しかし、さすがに開発スタッフも、ファミコンのゲーム制作には、少し、飽きてきているところがありますからね。まあ、我が社は、技術者集団だからな、もっと開発しやすい、面白いゲーム環境が、必
不良な時期に来ているってことかな。そうですね。もっと作りごたえのある、ハードが欲しいですね。うん、そうすると、もっとハイパワーな、ゲーム機が必要ってことになるよな。はい、いっそのこと、ハドソンで理想の、家庭用ゲーム機を作ってみるのはどうでしょうね。理想のゲーム機。そうです。技術者が、ゲーム開発しやすい、もっと、ゲームソフトの作り手主体で、生み出された、ハードを開発してみたいですね。なるほど、それは面白いかもしれないな。いや、実は、工藤社長からも、夢のマシンを、作りたいな、という話をちょうどしていた時だったんだ。おう、それは面白そうですね。夢のゲーム機が開発できれば、それは、我が社の技術者集団の、醍醐味ですね。きっと開発スタッフも喜びますよ、やってみましょうよ。そうだな、早速、社長にお願いして、まずは、理想のチップ開発から始めるか。やりましょう。ということで、ファミリーベーシックを開発した頃から感じていた、ファミコンの制約や、このハードの限界を知ってしまった、ハドソンにとっては、このマシンでのゲーム開発は、物足りないものになっていたんだ。それで、このメーカーは、8ビットマシンを超える半導体チップを、開発しようと思い立ったんだ。でも、この頃のハドソンは、別に家庭用ゲーム機を開発して、市場に参入しようとか、プラットフォームビジネスで儲けたいとかを、考えていたわけじゃないんだ。ただ、純粋に、ファミコンを超える、家庭用ゲーム機を、いきなり作って、ハドソン社内に置いておきたい。ということだけだったんだ。そして、このソフトハウスは、ファミコンで蓄積した、資金を元手に、最高の半導体チップを、開発することにしたんだ。ハドソンらしい、大胆な行動ですね。しかし、このハドソンが、大手の半導体メーカーに、チップの開発依頼を、しようとしても、全く相手にされなかったんだ。あら。1980年代の中頃といえば、日本の半導体業界は、ワープロや、パソコン需要の急拡大で、大忙しの頃ですからね。そうなんだ、ハドソンは、ゲームの世界では、名が知られていたとはいえ、半導体業界では、全く無名の存在であり、なかなか、このメーカーの依頼を引き受けてくれる、会社が現れなかったんだ。大手の半導体メーカーに、何度も断られながらも、最後の最後に、プリンターや、PC981 の互換機などを、開発していた、セイコーエプソンが、ハドソンの願いを叶えることになるんだ。そして、この半導体メーカーとの、共同開発の末、1年後には、ハドソンが理想とする、家庭用ゲームの半導体チップの、開発に、成功することになるんだ。この時に完成した CPU は、ファミコンと同じモトローラ系の、MOS6502 互換を、カスタマイズしたものであり、その後、この半導体は、さらに改良され、QC6280 として、PC エンジンの心臓部分の、チップとして、市場に登場することになるんだ。この年の1985年に、ハドソンは、世界初のメモリーカードとなる、B カードを、三菱樹脂と共同開発し、この商品がベースになって、後に、PC エンジンのゲームソフト媒体になる、Q カードとして、市場に送り出されることになります。ハドソンと、NEC の出会い。理想とする、夢のチップを手に入れた、ハドソンは、それだけでは、飽き足らなくなり、家庭用ゲーム機を共同開発してくれる、メーカーを探し始めるんだ。そして、出会ったのが、国民機と言われていた、PC981 シリーズなどを、手掛けていた、NEC なんだ。おお、ようやく、NEC の登場。この頃、NEC グループの一つである、NEC ホームエレクトロニクスは、家庭向けの、CD-ROM を媒体にした商品を、発売したい。という思いがあり、そんな折に、このメーカーは、ハドソンとエプソンが、高性能な家庭用ゲーム向けの、チップセットを開発中で、それを載せるハードを求めているそうですよ。との情報を聞きつけ、双方の思惑が一致したところで、家庭用ゲーム機の開発を、決定することになるんだ。ちなみに、NEC ホームエレクトロニクスは、NEC グループの中で、カラーテレビや、オーディオなどの、家電製品の製造や販売などを、担当していた会社であり、パソコンでは、家庭用ホビー向けの、PC8801 などを、発売していましたよ。こうして、NEC ホームエレクトロニクスと、ハドソンによる、新しい家庭用ゲーム機の、共同開発が始まり、やがて、1年の月日が流れ、ついに、1987年10月に、満を持して、ファミコンを超える描画性能と、処理能力を備えた、PC エンジンが発売されることになるんだ。おお、PC エンジンも登場。ゲームユーザーにとってファミコンこそが、ゲームの全てと思われていた時代に、PC エンジンは、ファミコンのスペックを、はるかに凌駕する性能を、備えたマシンとして、家庭用ゲーム市場に登場することになるんだ。この子の、コペンは、アーケードゲームのような、美しいグラフィック描写に、憧れて、すぐに、PC エンジンが欲しくなったもんね。この頃、このマシンの、キャッチコピーは、エキサイティングホビーマシン、PC エンジンの登場。として紹介され、この時期に、放映された CM は、こちらになります。目を、耳を、ここがニューワールドだ。
エキサイティングホビーマシン PC エンジン NEC から発信というものでした。懐かしいですね、 PC エンジン。ちなみにこの年にこのゲーム機のソフトとして発売されたのはシンプルなパズルゲームの上海とアーケードゲームとしてリリースされたワンダーボーイモンスターランド。当時人気だったビックリマンのキャラクターに変えて移植されたビックリマンワールド。ファミコンの性能ではまず不可能と思われていた巨大キャラクターを動かせることを売りにしてリリースされたアクションゲームのザクンフル。そしてバカゲーと言われながらもしっかりと作り込まれた高難度アクションゲームのカトちゃんケンちゃん。シビアな難易度設定によりゲームクリアーは至難の業と言われていたレースゲームのビクトリーラン。と、PC エンジンが発売された1987年にはこれら5本がリリースされたんだ。ここで多くのユーザーを驚かせた PC エンジンの性能について少しご紹介させていただきます。このゲーム機はソフト開発者たちのプログラマーにとってもっとゲームが作りやすいハードが欲しいですという発想から設計が進められたこともあり、とても開発しやすい高性能な家庭用ゲーム機が生み出されたんだ。このハードの中身はハドソンが独自に設計開発した CPU やサウンドチップ、画像処理チップなど C62 システムと呼ばれる Q C62 シリーズが搭載されていて、このチップは数々の PC エンジンシリーズや後継機の PCFX にも採用されることになるよ。製造はセイコーエプソンが担当することになります。そしてゲーム機の核となる CPU には65025冠の QC6280 を搭載し、描画の中心となるビデオディスプレイコントローラーには QC6270 が、そこから信号を受け取って映像として出力するビデオカラーエンコーダーは QC6260 などで構成されているよ。さらにこの CPU はファミコンと同じ MOS65025 冠でありながら独自の仕様を加えられた高性能なチップに仕上げられていて、ゲームの高速処理に重要なクロック数はファミコンの 179MHz に対しておよそ4倍にもなる 716MHz に到達するという大幅な処理速度の向上に成功しているよ。また PC エンジンの最大の魅力は何といってもあの美しいグラフィックの描画性能。このグラフィックのスペックとしてはキャラクターを滑らかに動かすために欠かせないスプライト数は最大64個も同時表示することができて、さらに同時発色数はファミコンの25色や後継機のスーパーファミコンの256色をもはるかに超える最大512色の表現が可能になっているよ。これらの描画能力は当時のファミコンでは不可能だったアーケードゲームや、特に当時ブームになっていたシューティングゲームを移植したいというハドソンの開発スタッフからの意見が大きく反映されたものなんだ。こうして作り込まれた PC エンジンのハードスペックはその後登場する16ビットマシンのメガドライブやスーパーファミコンがリリースされても、このマシンは設計上処理がかなり高速である上に他のマシンのプログラミングにおけるあれをやるとこれはできないといった制約が少なく、多様な機能の同時処理が可能なことからプログラマーにとってはとても扱いやすく、後発の16ビット機が現れてもこのマシンは十分対抗できる商品だったんだ。1990年代に入っても PC エンジンは活躍していたものね。その証拠に1990年代初めに大ブームになったアーケードの格闘ゲームでもこのマシンではほぼ忠実に移植することに成功していて、カプコンのストリートファイター2ダッシュや SNK の画廊伝説2ユーコの剣などがリリースされるなど、1987年に発売されたゲーム機にもかかわらず90年代のゲームタイトルにも対応できるというこのマシンの設計がいかに先進的であったかを証明しているね。 PC エンジンは当時のハドソンの技術者集団としての社風が大きく反映されたマシンであり、ゲームソフト作り主体でハード開発を進められるという自由さ、そしてチャレンジ精神の空気があったからこそ生まれたゲーム機なんだ。さらにハードのみでなく PC エンジンのソフト開発環境もハドソンのプログラマーたちの手によって開発され、これがまたゲームクリエイター自身の手によるものだけに高速かつ優秀で非常に使いやすいものであり、そしてゲーム開発ありきで設計が進んだため良くも悪くも先進的かつ冒険的な試みができるというマシンが出来上がったんだ。そのため PC エンジンでは CD ゴムゴムやスーパーグラフィックスなど個性的な様々なバリエーションのマシンが生み出されていくことになるよ。こうしてファミコン一強だったゲーム業界の革命児として登場した PC エンジンはテレビゲームの遊びを広げてくれたハードとして今もなお愛され続けているマシンになったんだ。今回はここまで。このシリーズの次回はその後
PC エンジンから発売された数々の機種や名作ゲームをご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。